皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。昨日のブンブンバックの発表から一夜明けてもまだまだ興奮が冷めやらぬといった感じです。昨日の代々木公演ですが、これまで B ファーストが関わってきたたくさんの方たちが現地に応援に行っていたみたいですね。本当にたくさんの方が 現地に行っていてビーファーストの勇姿を見届けて感動しているツイートを見かけたんですけれどもその中でも私はビバラロックの主催のシカノさんがビーファーストのこのステージをご覧になってとても感動した様子でいらっしゃったのがすごく嬉しかったです1年前にビバラロックに出演するということが決まった時 スカイハイさんや b ーファーストはもちろんのこと、シカノさん自身も b ーファーストを出演させることに対する不安も大きかったと思うんですが、そのビバラロックの大成功に始まり、b ーファーストがこの1年間で築き上げてきたものが、シカノさんの中でも確固たる信頼につながっているんだなと思って、本当に嬉しかったです。 そんな昨日の代々木公演ですが、たくさんの方がツイッターで感想やレポをしてくださっていましたので、私もそれを楽しく読みながら現地に行った気分になっていました。その中で、やっぱり見過ごせない言葉としては、このことかなと思うんですけれども、b ー s t 1月26日の代々木公演の中で、今年2023年はアリーナツアー、 2024年はドームライブを開催するということを宣言したようです。去年からことあるごとに少しずつこういったことはスカイハイさんやビーファーストの口からも聞かれていましたけれども、こういった公の場でビーファースト自身がはっきりと宣言するというのは初めてだったかと思いますので、本当に嬉しいですよね。アリーナということは1万人規模の会場が多くなってきますので、 昨年から行われているこのファーストワンマンツアー B1 ですが B1 はホールツアーなので会場のキャパがおおよそ2000人前後ぐらいのところが多かったのに対して1万人ぐらいのアリーナツアーを開催するということになると単純に考えても1回の公演で入れる観客数が5倍くらいになるということは 今回 B1 のツアーがどうしてもチケットが取れなくて参戦できなかったという方たちにもとても嬉しいお知らせだなというふうに思います。今年そういったステップアップを踏んだ上で来年2024年にはドームでのライブを開催するということで B1st 結成3年目にしてドームにたどり着くというところまで未来が描かれていますね。本当に B1st の進化は目覚ましいものがありますので 私も振り落とされないようにしっかりついていきたいと思っています。そしてスカイハイさんのツイートですけれども、昨日の代々木公演の感想をツイートするとともに、その中に今後数々の発表があるというような文言がありました。まずはブンブンバックということで、 これからまた B ファーストの怒涛の供給を思わせるスカイハイさんの一言だなと思って今年もいよいよベスティーにとって怒涛の日々が始まるんだなとすごく嬉しくなりました今年も B ファーストにとってそしてベスティーにとって毎日が本当に忙しくて楽しい一年になりそうですね そして先ほどお伝えしました通り、今年はアリーナツアーを開催するということなので、じゃあアリーナってどんな会場がどこにあるのということが、私個人的にすごく気になりましたので、ちょっと今日はそれを調べてみました。 まあ、そう遠くない未来に、このアリーナツアーについても、詳細が発表されて、先行販売なども始まるんだろうなと思いますけれども、それを待ちきれずに、私は全国のアリーナってどんなところがあるんだっていうのがすごく気になったので、ちょっと今日はそれをまとめてみましたので、そのことを皆さんにも共有したいと思います。はい、こちらが全国の主なアリーナ会場をまとめたものになります。 北から順に主要な会場をまとめていますけれども、キャパシティなどは会場の作り方によって違いますので、まあ、おおよそっていう感じで見ていただければなと思います。今年のホールツアーほど細かく全国を回ってくれるのかどうかはわかりませんが、希望と願望も含めて、日本各地のアリーナ会場を掲載してみました。 まず、北海道には1万人を超えるアリーナ会場が2つあるようです。まこまない積水ハイムアイスアリーナ、北海道立総合体育センター、北海北エールという2つがキャパ1万人程度の会場になります。そして宮城県ですが、宮城県は積水ハイムスーパーアリーナが7000人、ゼビオアリーナ仙台が6000人ということです。 次に関東なんですけれども、埼玉スーパーアリーナ掲載しましたが、埼玉スーパーアリーナキャパが3万7千人ということで非常に大きいので、まあ、ちょっともしかしたら今回のアリーナツアーの対象にはならないかもしれないなというふうにも思っています。とはいえ、東京や神奈川に対象になりそうな会場が本当にたくさんありますよね。東京もここに書いた以外にもたくさんあるんですけれども、 ここに書いたのは有明アリーナ日本武道館。そして b ーファーストが昨日今日とライブを開催している代々木第一体育館。この3つがおおよそ1万4000人から5000人程度の会場になっています。そして神奈川県です。神奈川県は横浜に3つのアリーナ会場があります。横浜アリーナ1万7000人。b ーファーストも何度もライブをしているピアアリーナ MM が1万2000人。 そして実は今年の9月に横浜の港未来に新しいアリーナ会場ができるんですけれども、K アリーナ横浜というものが2023年9月29日にオープンします。キャパは約2万人ということで、こちらの会場が世界最大級の音楽特化型アリーナということなんですね。 今回の b ーファーストのアリーナツアーが何月に開催されるかっていうのはわかりませんけれどもまあ現時点でまだチケットの情報などが何も出ていないことそして夏は夏フェスに今年もたくさん出るのかなということを想定するとやっぱり今年も秋ぐらいになるのかなというふうなイメージも できますので、そうすると、この K アリーナ横浜のオープン時期に B ファーストがアリーナツアー開催中っていう可能性もあるなと思って、この新しい会場で B ファーストのライブを見てみたいなという気持ちもあります。そして、静岡はエコパアリーナ1万人、新潟トキメッセ、新潟コンベンションセンター1万人、長野、 長野市オリンピック記念アリーナ m ウェーブ2万人。福井サンドーム福井1万人。ということで、こういったところも対象に入っていたらいいなというふうに思います。続きまして中部から九州地方なんですけれども、愛知県には b ファーストもアジアアーティストアワードでパフォーマンスをした日本外資ホールがあります。キャパ1万人です。 三重県には三重県営サンアリーナ11000人。そして大阪には来週ビーファーストがライブを行う大阪城ホール16000人。そして丸善インテックアリーナ大阪1万人ということです。兵庫県ワールド記念ホール8000人。和歌山県和歌山ビッグホエール8500人。広島県広島グリーンアリーナ1万人。 愛媛県、愛媛武道館6500人、徳島県、アスティ徳島5000人ということです。今回の B1 のツアーでは四国での開催がなかったので、ぜひ四国にもという声をたくさん見かけましたので、四国の会場どこかでこのアリーナツアーが開催されたらいいなというふうに思います。続いて九州地方ですが、 九州はマリンメッセ福岡1万5000人、福岡国際センター1万人、グランメッセ熊本1万人、別府国際コンベンションセンタービーコンプラザ8000人。ということで、まあおそらく福岡では開催されるんでしょうけれども、それ以外のところでも開催があったらいいなというふうにも思っています。 そして最後に沖縄なんですが沖縄にも沖縄アリーナというキャパ1万人の会場がありますまだ B ファーストが足を踏み入れたことのない沖縄で B ファーストのライブが開催される日が来たら本当に最高だなというふうに思いますはい、ということで今日は B ファーストがアリーナツアーの開催を宣言したことに伴って 全国にどういったアリーナ会場があるのかということをご紹介しました。ツアーの詳細情報、本当に楽しみです。その前にまだツアー B1 も、今日の代々木公演、来週の大阪城ホール、2月の後半には大阪の振替公演も残っていますので、7人全員が元気にこのツアーを完走してくれることを願っていますし、参戦予定の皆さんが、 全身で B ファーストの音楽を浴びて、B ファーストからたくさん元気をもらえることをお祈りしています。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。